どうも、ひなたいこです。今回も MJ シーズン2、残すところ6回、ここからは再びサンマに突入したいと思います。打つぞ、3人やるぞ、頑張れ。今んとこゼロビンゴ、頑張れ。よろしくお願いします。そっか、3人だから1個少ないな。本曲、ドラは数層、プレイヤーは親です。親です。おお、何を引いてくるのか止めよう。ですよね、一体どんな戦いが繰り広げられるのか。止めよう。ポンします。アバター見るの好きなんですよ、私。みんなのなんかいろいろ着飾ってて面白い人めちゃくちゃいるじゃないですか。それが好きなんですけど、3人だとね、1個見る分が減っちゃうっていう。残念。しゅんちゃんパイが押し寄せてきている。ピョンピョン。でもあれだね、しもちゃさんのやつ、 M リーグのやつだね、あれ。いいな、いいな、背景。均衡を破るのはドラ、いらない。よかった、泣かれなかった。しもちゃん、地位がないからね。ここは合わせ打ち、つむぎが続いてしまった。ハチハーツスピン。ひなた、いいじゃん。テン上がりまであと一息です。ホンスホンス、トンフードン。全然ペイとハグ出てこない。キュービーン。さあ、この範囲にポン、シャンポンに受けます。これでだいぶ楽になりましたよね。3ピンだと思われるのやだから、こうしよう。泣いちゃった。3ピンね、ちょっと近くだと思われるのやだ。リーチ。おっと、ここでリーチだ。こんにちは。プレイヤーどうするんだろう。レッツゴー。ここをしのげるのか。戦うぞ。おっと、しもちゃん、これは強烈なつも上がりだ。しもちゃん、幸先のいいスタートを切りました。しもちゃん、まずは一歩リード。リーチ一発、つもドラドラ万年。ありがとうございました。漫画アンチモラレ。本2曲、ドラはパーソー、プレイヤーはシャーチャです。おめでとうございます。現在のトップはシモチャです。まだまだトップも狙える位置ですよね。さあ、ここおい、サンマだぞこれ。なんでウーシャンテンだったんだ。ハイパイ本当に良くないぞ。あんまりそういうのばっかするの良くないぞ。ひなた乗っている。ここから何を見てくるか注目ですよね。薬杯何か重なったら、なおお、ちょっと待って、ドラ切りがお早いですわね。親の方、さっきのやつ私親かぶりしてるじゃないですか。おお、伸びる伸びる。これでリャンチャンテン。ここからが腕の見せ所ですよね。ここ安牌になった。三層ウーソーパーソー。リーチ、あっと、オヤリーが入った。あっと、ここで仕掛けていった。これで一発は消えちゃいましたね。一発消えちゃったけど、ストレートに引いた。これ全然嫌だ。リーの実の換算層とか全然嬉しくない。1切ります。天才に取りませんでした。はっ、ここは一歩後退。大人の対応。ひなた、いいシャンテンだ。ハイパイとはえらい違いですよね。煽られてんの今のセリフ。今の何煽ってんの。ツッチどっち。あっと、しもちゃん、これは強烈なツモ上がりだ。はい、レンチャンですよ、レンチャン。高めや。いや、でも一個乗っても変わらんチーズもね。ピンフ一通ドラ。あ、そっか、積もってるから変わるわ。ハネマンだ。わお、圧倒的差ですね。トン2曲、そして私はラスね。ドラはウソ、プレイヤーはシャーチャです。ここからどのような手になるのか注目ですよね。今回の手は悪くない。一体どんなドラマが待ち受けているのか。はい、ひなた、これで一歩前進。ピンズの形がいいですね。そうね、ピンズの形がいい。ここはドラを引いた。ドラを引きました、ひなた。
日向、波が来ている。波が来ている。方針が定まってきましたよね。定まった。そんな気がする。なん方針が定まった。あとは誰が一番最初に仕掛けるのか。打って上がるだけ。ひなた、あっという間にイーシャンテ。おっと、ここで仕掛けていった。いや、イーシャンテン、イーシャンテン。イーツ。あっと、オヤリーが入った。プレイヤー行くのかな。底辺だ、底辺だ。果たして追いつくことができるのか。イーチ、イーチ。追っかけリーチ。ウッパーソー、ノベタン、ウッパーソー、ノベタン、ロン。よし。まあ、親のリーチを蹴りましたね。ロラロラ。以上でございます。これでまずは1着順アップ。プレイヤーはなんちゃです。3万点差トップと。日向、先ほどは軽く上がりを決めています。それでは対局の模様に注目しましょう。今回はハクがドラで、あんまりよくないなぁ。タイヤを見ながらかな。止めはないですね。手形ち悪すぎて、なんか自敗からこういつも切るんですけど、ドラが出てきた。お早いですね。あんまりこう並べる気にもならんですね、これね。あっと、ここで仕掛けていった。ふむふむ。つもぎりが続いてしまった。ペイが通った。しもちゃん、ドラが被ってしまった。トン。四シャンテンだよ。これは先ほど切ったばかりの牌。任せちゃってもいいかな。各社どのように打ち回していくのか。めっちゃ赤出てくるやん。ひなた、これで一歩で。お、私の薬杯が流れてしまいました。ということは、日向、波が来ている。ここからガウデの見せ所。さあ、この牌に。ここはスルー。泣かないから泣きなしに変えちゃおう。ドラもないから、すごい高いパターンは置いといとかぐらいが作らないとないですね。しもちゃん、捨て牌にチュンチャンパイが並んでいる。シャーがションパイ、チュンもションパイ。うーそー。でもね、ここは一歩後退。降りてます。私、降りてます。このまま静かに場が進行していくのか。もう全然行きないので。お、しもちゃん、これは強烈なツモ上がりだ。まあ、うまく打たれてしまいました。数アンコ、役満積もられた。おめでとうございます。今なんかジュース飲んでた。そんな場合じゃなかったよ。あら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 。何一曲。ドラはトン、プレイヤーは親です。いや、うちはしなかったけれども。最初に、うわ、すごいってきた。プレイヤーのハイパーについてどう見ますか。トイツが4組ありますね。チートイツ狙うかな。メホのチートイツは、あ、終わりましたね。メホチートイツもうないかも。いや、ちょっとなんか今さらっとさ、なんか演出ないまま数ワンコ積もられて、なんか端から見てったらなんか綺麗だなとか思ってたら、いやいや、ちょっとドキドキさせちゃったじゃんね今。何これ、すごい、おめでとう。8万5800点だって。うーん、ちょっとね、ハネマン天敗だ。これさ、こっそり、これね、これね、もう積もったら、もう積もうかな。なんだけど、トイメンから上がるかどうかを考えるってやつですね。日向、上がりきることはできるのか。今ね、自由に切ってくれてるからね。
誰が一番最初に仕掛けるのか。ここでも仕掛けない。仕掛けないよ。おっと、ここでリーチだ。プレイヤーどうするんだろう。戦おう。もはい、リーチ。追っかけリーチ。なんかありそうな気がしますよ ね、 なかなか上がることができない。向こうの方もリーチっておっしゃってますから、私ももうじゃあ正々堂々とリーチと行きましょう。誰が上がりを勝ち取ることに。リーチ三元リーチだ。ロン出た。しもちゃんこれは思わぬ失点。まあうまく打たれてしまいました。いやー、麻雀ってこういうものですよね、うんうん、リーチですよね、うん、なんかしみじみしてきちゃった。あったかいお茶飲みたい。プレイヤーはシャチャです。初ドイツ赤ドラ。ここはトップ目からの直撃を狙いたいですね。一体どんな戦いが繰り広げられるのか。何で69,300点差。ラスの方が近いというわけで、トップねちょっと厳しいので、場が静寂に包まれている。普通に行きます。ハツ泣きます。ここから何を引いてくるか注目ですよね。さあこの範囲、あっとここで仕掛けていった。これでだいぶ楽になりましたよね。いやー、安くてもなっちゃうかもしれない。場に緊張感が漂っている。次こうしようか。ピンズが伸びたりドラ引いたら、あ、これは缶ですね。いや、缶なのか。缶か。ひなた、ここで缶。おー、缶だ。ドラは初。やっぱ世の中缶か。物乗りましたね、初。でも物乗ってもこれちょっと打点全然あれですけどね。足らんですけど。ハネマン天敗だ。ここはドラを引いた。結局あっとオヤリーが入った。オヤリーなんでね、結局注意が必要ですね。ペン三層、ペン三層でオヤリーが来てるよ。同層三枚目小さ。ひなた上がりきることはできるのか。そう、やられた。ドラズモだ。まあうまく打たれてしまいました。ちょんちょん、これで終わりでしたね。強かった。下茶さんのね、華麗なつもり数ワンコが見れたし、結構なんか同卓者だったけど、楽しい手がいっぱいありました。ということで今回は2着で万以上はございませんので、サンマだから3回回します。いや判断難しいね、本当にね、いろいろいきますよ。3個リーチ3つ、頑張れ。1、2、3、さあ いきます。出るかな。6番、ない。6番はない。次63番、ない。63もない。次最後の1個、最後の1個、隙間に落ちた最後の1個。47番、ない。ということは今回は0、1個も進みませんでした。しゅん、ゼロビンゴの時ってどうなるの。謝罪？一生懸命こんなに麻雀打って今度謝んなきゃいけないの大変ね。マジか。了解です。さあというわけで今回はサンマの2着ビンゴは1個も進まずという残念な結果でございました。動画ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。 Twitter もフォローしてください。ではまたお会いしましょう。バイバーイ。